赤ちゃん絵本の読み聞かせ。赤ちゃんの絵本の選び方について、福岡市総合図書館子ども図書館の司書がお伝えします。ここは子ども図書館の絵本のコーナーです。すみません、ちょっと教えてほしいのですが。はい。赤ちゃんに絵本を読んであげたいのですが、おすすめの絵本はありますか？ここが赤ちゃん絵本コーナーです。ここにはいろいろな種類の赤ちゃん絵本があるので、ご紹介しますね。このジャージャービリビリという本は厚紙でできているので、赤ちゃんが手に持ってめくっても破れにくい作りになっています。また自動車ブーブーブーなど声に出して読むと意味がわからなくても言葉の音やリズムで楽しむことができます。赤ちゃんへの読み聞かせは読むということの前に赤ちゃんと楽しむということが大切なんです。読むではなく楽しむですか？そうなんです。このだるまさんがという絵本などは赤ちゃんと一緒に体を揺らして楽しめる絵本です。そんなに自由に読んでいいんですか？はい。この動物の親子などは絵だけの絵本なので、猫さんがいるねなど赤ちゃんに自由に語りかけて楽しめる本です。またこの絵本のように実物に近い絵の方が赤ちゃんは認識しやすいと言われています。こちらの果物という絵本も本物に近い絵の絵本です。文章を読むだけでなく、さあどうぞと食べる真似をすると赤ちゃんと一緒に楽しめますよ。文章をただ読むだけじゃないんですね。そうですね。赤ちゃんに絵本を読むコツは一緒に楽しむことです。そうなんですね。なんだか楽しくなってきました。他にも赤ちゃんと楽しめる本がありますか？はい、ありますよ。この上がり目下がり目などは遊び歌の絵本です。上がり目下がり目ぐるっと回って猫の目という遊びなんですが、ご存知ですか？はい、それなら知っています。遊び歌の絵本やわらべ歌の絵本はご自分が知っているものを見つけて歌ったり遊んだりしてもらえればと思います。他にもこのもこもこもこなどは言葉の音を楽しむ絵本です。言葉の意味にこだわらず自由に読んであげてください。赤ちゃんが気に入った音があったら繰り返し読んであげると喜びますよ。赤ちゃんに物語はまだ難しいですか？赤ちゃんでも楽しめる物語もあります。このおててが出たよなどは赤ちゃんに身近な体験を簡単なお話にした絵本です。ただ内容をすべて理解させるということではなく、まるまるちゃんと一緒だねなど赤ちゃんとお話ししながら楽しんでもらうといいと思います。ありがとうございました。とりあえずこの7冊は全部借りるとして、他にも自分で選んでみます。育児をしていると大変なことも多いですよね。赤ちゃんへの読み聞かせは赤ちゃんを笑顔にするだけでなく、大人も笑顔にしてくれます。読み間違いなど気にせずに、気に入ったところは戻ったり楽しんで読んでみてください。バッグに小さい絵本を入れておいて待ち時間などに読むのもおすすめですよ。図書館の人にこんなこと聞いていいのか迷いましたけど、相談してよかったです。
またいつでも気軽に声をかけてください。福岡市総合図書館子ども図書館では皆様のご相談をお待ちしております。